これ飛鳥の石舞台古墳にね匹敵するぐらいの大きさなんだって。だけどね、天井石が外されてないんでね、ものすごく大きいんですけどね、すごく大きいんだけど、これ手前からやったら相当あるね、これ20メートルぐらいあるね。すごいね、この大きい石は。天井の石がないからね、開いてもだけど、どうでしょう。本当はこの上にね、石がね乗ってんやけど、乗ってないんですわ。この大きさですよ。下もね、石こう入れたんだけどね。西山古墳、残念でしたね。僕上がれなかったですわ。去年タイミングよくね、西山古墳上がってますけどね、2回ぐらい上がってるけどね。これ豊墳湯だかな、豊墳でございますね。天理高校のアーチェリー部があっちあるんでね、危ないやつ。これは例のあれや、またや、ひっつき虫だらけや、これ歩かれへんね、これ、ね、歩かれへんね、すごいことなんですよ、これ大きいで、やっぱりね、こっちが見られへんの、これこんな大きいんですよ。ちょっと斜めになってないかな、これちょっと右にこうカーブをしてるような感じするんだけどね、なんか意味あるのかな。これもあれやね来年はこれ入れないんだね、これ草ぼぼで。じゃあ西山ここ入れないんだね、ちょっと半分がっかりしてるんだけど、なんだ、こっちから入ってたんかいね。こう、豪雨があったってことやな、これ。